皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはゲーム界に彗星のごとく現れた 3D アクションアドベンチャー原神をご存知でしょうか。この原神というゲーム、実はリリース当初あの名作ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのパクリだとしてネットで物議となっていました。そんな原神ですが、今では推測で約5000万ダウンロードと言われるほど超人気タイトルとなりました。ということで今回のゲームニュースは、原神の楽しさはバトルにあり、今から始めても遅くない本作の魅力を一挙紹介。記事はゲームウォッチより引用しています。ミホヨはプレイステーション5、プレイステーション4、Android、iOS、PC 用オープンワールドアクション RPG、原神において、最新アップデート、バージョン 2.2 を10月13日に配信した。サービス開始後およそ1年が経過したが、精力的なアップデートが続けられており、今回は期限限定のイベントなどが実施されている。そんな本作の魅力を3週にわたって紹介しており、前週は原神はどういうゲームなのかという点を中心に紹介した。第2回目となる今回はそんな本作ならではの魅力にフォーカスした内容をお届けする。各キャラクターが持つ元素の組み合わせによって生まれるバトルの深みと RPG としての側面について紹介していく。原神の醍醐味は元素を組み合わせたバトルにあり、原神はサービス開始よりおよそ1年を迎え、40以上のキャラクターが実装されているが、彼らは7つの元素の中より1種類を操る能力を持っている。本作の世界では炎、水、雷、氷、風、岩、草という7種類の元素が存在し、海に氷のスキルを放つことで海面を凍らせることができたり、草原に火のスキルを使用すると炎が燃え広がるといったようにフィールドに応じたギミックが用意されている。ダンジョンやフィールド上に存在する仕掛けの中には、決められた元素を使用しないと解けないものが存在するなど、探索で元素は重要な役割を担っている。一方バトルでも元素が重要な役割を果たす。本作のバトルは一人のキャラクターのみで戦っても良いが、パーティーのメンバーとなる4人を切り替えて戦うことでより大きなダメージを生み出すことができる。バトルにおいて元素反応という要素が用意されており、炎と水を組み合わせる蒸発、雷と氷を組み合わせた超伝導など多彩な反応が存在し、元素反応を起こすことで追加のダメージが発生したり、ダメージ量が上昇したりと多くの恩恵がある。元素反応ではその他にも相手を凍らせたりノックバックさせたりと様々な効果が存在し、一人では手こずるような敵に対してもパーティーメンバーの力を組み合わせて大ダメージを狙うことができるのだ。様々な元素反応を引き起こすため、アタッカーとは異なる元素を操るキャラクターをパーティーに入れるなど、お気に入りの編成を編み出したり、今まで育てていなかったキャラクターを入れてみたらダメージが上昇するということも。本作はならではともいえる元素を活用するバトルは非常に奥が深い。 RPG としての作り込み感じる原神の設計。ここからは本作の RPG としての側面に関しても紹介していく。オープンワールドのゲームは様々だが、本作のジャンルは RPG だ。原神を始めたての頃は基本的に敵が弱く、キャラクターを育成せずに進むことが可能で、アクションアドベンチャーのようにプレイスキルだけで突き進むことができる。その分ストーリーに集中でき、本作の世界にのめり込むことができるだろう。しかしながらキャラクターを育成せずゲームを進めていると足止めされることになる。本作における敵の強さは一部を除いて基本的に世界ランクというものに準じて変化する。これはキャラクター固有のレベルとは異なるステータスのようなもので、ミッションをクリアしたりメインストーリーを進め特定の任務をクリアすることで上昇する。
これはモンスターハンターシリーズにおける緊急クエストのようなもので、本作では条件を達成、世界ランクを上げる任務に挑戦、クリアすると世界ランクが上昇といったような流れが存在する。世界ランクの上昇によって敵の体力、攻撃力が上昇するため、こちらの攻撃を当ててもなかなか体力が減らず、対して攻撃を受けると大幅に体力を削られる。課金による解決が難しく、しっかりレベルを上げないと先に進めない作りになっているため、キャラクターを育成することは非常に重要だ。課金は基本的にキャラクターを手に入れるための祈願、ガチャやスタミナ回復といったものがメインで、レベル上げに関してはイベントをクリアするなど地道にプレイを重ねる必要がある。この点はゲームとしてしっかりと練り込まれていると感じる。難易度設計が絶妙で、しっかりとキャラクターたちを育成することでメインストーリーは問題なくクリアできるだろう。期間限定のイベント迷宮一揆でバトルに挑戦。バージョン 2.2 では期間限定のイベント迷宮一揆が10月21日よりスタートした。本イベントは秘境と呼ばれるダンジョンが用意されており、パーティーメンバーを選択して挑戦する。ダンジョン内はたくさんの部屋が存在し、立ちはだかる敵を倒し、最後に待ち構えているボスを撃破することでクリアとなる。本イベントでは各部屋をクリアすることで3枚のカードが出現。カードにはパーティーを強化する効果などが用意されており、その中から1枚を選択しつつダンジョンを進めていく。カードに記載された効果はランダムで、ドームライク要素を取り入れた期間限定イベントとなっている。迷宮一揆では式霊を活用し、パーティメンバーが持っていない元素を相手に付与して大ダメージが狙えるだけでなく、さまざまな効果によってパワーアップしたキャラクターたちで無双できる。やや体力が多い敵たちが登場するが、ランダムなカードの効果によってそんな敵たちをものともせずなぎ倒すことが可能になる。中にはダンジョン内に設置されている爆弾を強化するカードも存在し、敵が爆弾に近づいたタイミングを見計らって遠距離から弓で起爆といった遊び方も楽しめた。イレギュラーなバトルがプレイでき、カードの内容によって毎回異なる効果が発生する。繰り返しのバトルも毎回異なる効果によって新鮮味が加えられている。もちろんここでも元素スキルの組み合わせがとっても重要。多くの敵とバトルすることになるため、テンポよく勝ち進むことが攻略の鍵となる。イベントクリアでもらえるアイテムはキャラクターの育成素材などと交換できるほか、星4キャラクターから支援を獲得することもできる。イベントをプレイして報酬を忘れずにゲットしたい。以上が記事の内容でした。リリース当初はスマホで高クオリティな RPG ができることに驚きました。景観はもちろん、ストーリーもしっかりと作り込まれている RPG なので、まだやったことない方にはぜひプレイしていただきたい作品です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。